結構です。応急処置しました。無料です。ただ優しい。まさか狼？電気やガスをテプコにしてくれたからですよ。お家丸ごと安心。フラッシュテプコ始まってます。いや、すごくお会いしたかったんですよ。ねえ、三時の。私どうしてもね、ちょっと世代なんですよね。どうしてもまだね、三時のってつくとあなたって言ってしまうんですね。よく言われますね、はい、うん、おじさんのもんだからね。いやいや、俺はね、明日3時のあなたに会うんだって言ってずいぶんバカにされましたけどただね、3時のヒロインさんとこうお仕事できるってすごい喜んだんですけど、すごくお忙しいって言って、3時のヒロインさんと CM を撮るとシュートが7時になりますって言われてね、どえらい後悔した覚えてます断れやかったと。いやいやいや、でも結局ね、それもまあずれ込んでね、お昼からね、結局ね、いい時間に撮ってもらえて、かわいらしい、本当に。嬉しい、嬉しい。まさかね、あの本当の花を一度も見せることなく今日は終わる。大泉さんとは。そうですね、本当の花はね、はい、でももうこれの方がいいと思う。あれ？もう日頃からずっとこれですか？いや、もうかなえさんですか？かなでです。かな、かなでさんですか？はい、もう本当に似合ってらっしゃる。これからずっとこれでいた方がいい。こんなに可愛い人います？嬉しい、ね、人かどうかも定かではないです。いや本当いや、ちょっともうかっこよすぎました。かっこいいし、本当気さくで、はい、初めましてなのにすごい優しく話しかけてくださって。話しかけずには折れないオーラ持ってらっしゃいますね本当ですか？嬉すぎる。あまりにも可愛いらしい。そしてこうなんかこうサイズ感はみんなちょっとずつ違うのに背が一緒っていうのがまた可愛い。実は背が一緒の奇跡のトリオです。トリオで、トリオで話しかけちゃうの。嬉しすぎる。本物だって感じでした、ね、間近で見て、うん、そうですか、はい、色気がすごいで す, そうです、ね、色気感じます。色気感じますね。あら、どうした君たち、なんかおかしいな私たちおかしな人です。随分持ち上げてくるな。なんかあるな、おかしいぞ、こんなに持ち上げられることないな。いや、かっこいいです。そうですか、はい、いや入ろうかな俺も。今ちょっとお断りさせていただきます。なんでよ。ちょっとね、浮いちゃいますね。そうですか、はい、ちょっとぐらい飼育員感がすごい。そうですよ、今日の格好だったらもう小豚と飼育員っていう感じに今なっちゃってるの で, そうです、ね、すごいこう上げたいですもん、なんかこういう風に餌を。そうですよね、ご飯おごるってなったらこうですよ、ね。いいですね、飯行こうぜ、ほら飯行こうぜ、ほらやりたいです。いや、楽しかったです。楽しい、ね、仲も良くてわちゃ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 してて、ずっとブー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 言ってた感じです。仲のいいグループっていうのがいいんですよ。うちのグループが仲悪いんで憧れるんですよね。あららら、そうなんですか、そうなんですか。チームナックスはもうぐっちゃぐちゃなんで。そうでしょ、絶対そんなことないですよ、仲良くて。どうなんだろう。身の回りで起きたトラブル。水、前に住んでたお家がやたら家賃が低かったんですけど、多分その理由が水回りがすごい壊れやすくて、もうすごい水が溜まっちゃうんですよ。だからクサクサ、もう部屋がすごいクサクサで水道屋さんに頼んだんですけど、なんか街中の便利屋さんみたいなおじさんが来てくれて直したよって言ったんですけど、全然直ってなくて、もうずっと引っ越すまでずっとクサクサでした。ゆめっちの前住んでたお家は、大家さんが勝手に入ってきて洗濯物を畳んでくれるっていうお家だったおじいちゃんなんですけど、大家さんがアットホームな、はい、嬉しいんだか怖いんだかわからないですね。そこですね、勝手に入ってます、はい、で最近引っ越したらまた変な、ね、お家に、最近すごいいいところだと思って引っ越したんですけど、内見した時にまだ前の方の荷物があって気づかなかったんですけど、リノベーション済みの綺麗なお家って聞いてて、いざ入ってみたらすごい床が腐ってて
カビでね、カビで床の四隅が角のところがもうカビてて、そうなんで、あのこれどうしましょうって言ったら、いやもうそれは あなたの負担ですって言われたんで、もう一旦そのままにしてるんですけど、テプコさんとは大違いだ。そう、ね、全然もうこんな便利なテプコさんと、すぐテプコに入らないといけないね、入らないと今すぐ入りますクサクサなとこばっか住んでんの。クサクサに縁があって、はい。私はですけどね、やっぱりあの自分がなんていうんですかね、こう 芸能人っていうこう感覚がやっぱり未だに特にはこうないというか、だから芸能人芸能人したところには行かないですね。芸能界芸能界とか怖くて六本木のクラブとか行かないの。ああもう行かないですね。西麻布とか、あに西麻布、まあ西麻布には行きますけど、なんかそういうこう芸能人がうわっといるようなところには行かないですね。なんかそういうこうねえ、だからそういう人にも近づかないですね。ああ、もうこれはゆめっちがもうそういうの大好きな人なんです。大ミーハーなんでこの人。本当になんかキラキラしてる人を浴びるのが好きで、キラキラしてる人を浴びる。なんか拝みたいんですよね。わあこういう人になりたいなっていうのを浴びるためにすごい。六本木とか麻布とかのパーティーとかに昔行ってました。あまあそうね、行ってね大失敗すればいいと思うけど。僕も全然行かないですよ、どこも。でも家族で飯食ってるのが一番最高、ね、いいですね、それが一番。撮影中もちょっとそういうアドバイス実はいただいて、あの私たちこの撮影の後に収録がもともと入ってたんですけど、それがまあなくなってちょっと緩やかなスケジュールになったんですけど、やっぱ欲張らないことが一番だって教えていただいて、ね、欲張らないのが一番っていうのを撮影中にもそうなんアドバイスいただきました。ダメダメ、 CM1 個入ったらその次の収録はもう断りなさいと。ただただ僕が早く呼ばれただけなんですけどね、それが嫌だったから言ったんです。嫌味だったんですか、実は。ちょっと忙しすぎる。そういうところになるべく近づかない。もう普通の生活をするってことが一番大事じゃないですか。ゆとりある、ゆとりある、もう私一番ゆとりない生活してますけど、スケジュール的には全然休みないっておっしゃってましたもんね。休みなかったね、今これ、ね、コロナでちょっとずれ込んで大変でしたけど、今もねだいぶ楽になってきましたけど、